皆様おはこんばんにちは、みさみさです。さて今回はですね、サバイバルファンティンオブユースの続きからねやっていきたいと思っているんですが、皆様こちら覚えていらっしゃいますでしょうか。実は配信でですねやってたんですが、その時遊べる島が2つまでで、次の島に行けるアップデートが来るまで一旦ね置いておきますって言って、早数ヶ月ほったらかしにしていたゲームになります。で、実はですね、当の昔にアップデートが走っておりまして、新しい島に行けるようになっていたので、今回はそのプレイ映像をお届けしていきたいと思います。早速やっていきたいと思うんですが、軽くストーリーのおさらいをしておきたいと思います。時を遡ること、16世紀のカリブ海が舞台。スペインの探検家フアン・ポンセ・デ・レオン率いる船団が若返りの泉を求めて船を出したところ、なんやかんやあって、まあ船が嵐に飲み込まれてしまいまして、気がつくとそこはどこかの海岸で、まあ都合よく記憶もなくし、一人ぼっちになったところから物語が始まります。とにもかくにも目的は若返りの泉を見つけ出し、無事に脱出しろってお話ですね。さてなわけで、早速アップデートで追加された新しい島に向かいたいと思います。さあ果たして新しい島には何が待っているのか。いやー、これはマジでワクワクするな。ちょっとマップ見よっか。今ここだね。ヘビの地域だって。とりあえずここ行くってことはこっちかな。とりあえず無事に上陸して探索を進めてきたんですが、マップを見る限りここはワニの島って書かれてたんですよね。あれかな、カイマンって。なんか戦闘音流れてんだけど、寝袋持ってきてた方が良かったかな。うわ、逃げていってるな。いやー、これはオッケー、仕留めた。カイマンを仕留めたけど、これといって魅力的な素材は特にないかな。トロフィーとかだけでいいかな。とりあえず、誰だこれ。The alchemist Francisco Maurice came to this island in the course of the expedition by the order of Ponce de Leon. Looks like he was attacked by the crocodiles in this swamp. He was trying to escape from them on a high rock. Predators forced the scientist into a trap.He could not leave his hiding place, and the poisonous fumes of the swamp were slowly killing him. The alchemist did manage to discover some potion during his researches. This recipe might come in handy. ちょ、登れね。いいですね。新しいレシピをゲットできましたね。お、唐辛子。ピーマンか。そうそう。今回のね、アップデートで畑を作れるようになったんですよね。で、肝心の種がなくて困ってたんですけど、こんな感じでランダムで落ちてるのかな。さて、洞窟の中をね、探索してるんですけど、なんかありましたね。赤色の石の鍵？これか。いや、わかんない。石の鍵？お、また見つけましたね。サンダルの設計図。あともう一個なんかある。また鍵を見つけたけど、ああ、誰かいる。料理本。これなんだ。おー、これか。もう一個はめなきゃいけないのか。うわー、また意味深。あっ
と、鍵をと。オッケー、これで全部揃いましたね。そしたら、さっきのギミックのところに戻りましょうか。うわ、待って。おー、セット。あそこか。とりあえず向かいますか。これ大丈夫か。ちょ、暗いな。ここなら松明つけれるかな。オッケーですね。またなんかよくわからない石板を見つけました。が、まあ、ここはこれで最後かな。次の島に向かっていきたいと思います。上陸できるところあんのかな、そもそも。あった。マングローブ湿地帯みたいな。ここから上陸するのか。え？このまま？まっすぐ行って大丈夫そうかな。地図作成用あったな。船すごいところに乗り捨てできちゃったな。よく考えると。うおー、マジかこれ。いけた。まあ、とりあえずよくわからない記録を回収したんで、次行きますか。おー、またなんか見つけた。The ship's doctor, Ricardo, was mining sulfur here so that the engineer can prepare fulminating silver for bombs. The killer crept up from behind and drowned the poor man in this fetid lake. The doctor's diary is still here. His notes might help me understand what has happened to the engineer.何に襲われてんのよ。あいつか。コンドル。うっとしいな、コンドル。ん？次の目標？シルバーラッシュっていうのが出てきましたね。よし、ここも回収は完了したので、メインのね、島へ移動しますか。ここに着陸するか。あ、ニワトリいる。でもニワトリか。なんだ、これか。うわー、ちょっと待った。ボスいるんですけど。ボス？とりあえず探索を進めてたんですが、なんかまた石碑がありますね。あー、動画見るな。オッケー。え？うん。タネットなんか怪しいくぼみがありますね。絶対これだな。設置して、松明で火をつければいいのか。
ケー、これで先に進めるようになりましたね。だいぶ道なりに進んできたんですけど、なんか欠陥があるなぁ。エンジニアカスティオ planned to make fulminating silver for bombs using resources from these mines. Unfortunately, his time ran out. The killer caught up with the engineer.But it seems that the killer was also wounded in their fight. Castillo managed to notice where the killer sailed after that. He wrote the direction with his blood on the nearest stone. ん?これだけ?突然終了のお知らせが出てきたんですけれども、多分ですね、まだ探索できる箇所とか、おすすめやってないんで、まあ、ちょっとそっち行きますか。とりあえず近くにね、修復可能な橋があったんで、これ修理してみます。OK。さあ、どこに繋がってるのか。ああ、これあれか。ショートカットか。ここはですね、まあ、探索済みなので、まあ、普通に戻ってきましたね。はい。ということで、ボスに挑みたいと思います。あ、ちょっと待って。なんか確か毒エリアっぽいんですよね。念のためこれに変えとこうかな。まあ、とりあえず行ってみましょう。さあ、何が出てくるのか。一応ね、回復アイテムとか持ってきてるんで、多分大丈夫だと。うわー、やばいか。てか、ヘビか。え、これどうやって戦うの?ちょっと待って。それはまずい。ん?どこだ?アダランクね、これ。ちょっと待って、あ、そっか、めんどいな、これ。沈むのか。おー、死体がある。これさ、弓の方がいい説ないっすか?ダメージいく?ただ、いやー、どうだろう。大して HP が減ってるようには見えないけどな。いや、きついな。あ、勝てると思ってたけど、結構きついかもしれない。どうしよっかな。あ、まずい。攻撃されるとまずいんだよね。どっか、回復薬。あー、ちょっと、それは困るっすね。これ死にそうだな。それまずいな。どうしよう。それは困る。あ、ちょ、待って、逃げたいです。ちょっとこれさ、一回逃げよう。一回逃げまよう。準備万端じゃなかったのかよって話だよね。さ、ベッド置けない？ベッドどっかに置けませんか？勝てればいいわけなんですけど、蛇の体力、やっぱ回復しちゃうか。そらそうだよね。一回出ちゃうとやっぱ回復しちゃうか。いや、どうしようかな。カードってどうやるんだっけ。なんでなくなってんの、武器。ふざけんなよ。いや、しかも飛距離すげえな、これ。当たってないのおかしくないか、攻撃。おい、死にたくないんだけど。勝てるかな?矢もなくなっちゃったんすよね。当たんねえんだけど。
いや、これ。いや、きついよね。遠距離攻撃してくんのか、それ。あ、待って待って待って。死にたくない、死にたくない。よし。じゃあもう、ちょっと、ずるいとは思うけど、あれやろう。いけるいける。ちょっとずるい戦法やけどな。あとちょい、あとちょい。いける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 。これはいけるっしょ。あと一回や。おらおっしゃ。これはもう全部収穫しましょう。何が取れたんかな。大蛇のトロフィー。これが、決戦のやつかな。はぁ、めっちゃ使ったなぁ、命の水。え、このお宝は？うわ、なにこれ？お、これは強そう。待って、新しい武器をね、手に入れましたね。え、待って待って、バカ強い。バカ強い。効果は最大級。リーチは短いけど、あ、これはめちゃくちゃ強いね。マジでしんどかったな。このマップがやらしいよな。この人間もかわいそうにな。生贄にされてたのかな。オッケー、じゃあ帰りますか。はい、ということで無事に拠点までね、帰ってくることができました。で、改めて、まあ、さっきね、倒したボス、のね、頭を飾りたいなと思ってるんですけれども、これですね。あ、大蛇のトロフィー。でかいな。よし、設置しましょうか。ここら辺でいいかな。はい。あ、結構いいね。わ、ヘビー。まんまヘビー。ただこいつを倒すためだけに生命の泉めちゃくちゃ使った。わー、我ながらひどいゴリ押し戦闘にはなったんですけど、まあね、無事に倒すことができたということで、まあいいんじゃないかなと思います。で、ですね、これ実を言うとですね、このボスに挑むために起動した時がですね、もうすでに次のね、アップデが走った後に起動してるんですよね。なんで続けようと思えばこのまままだまだ進められるんですが、今回はここでキリがいいので一旦ね、止めておこうかと思います。追加された畑に関しても、まあ、こんな感じでね、栽培することができるようになってめちゃくちゃ便利になりましたね。で、まだ収穫したことのない野菜とかもあるんですが、それは次回のお楽しみにしつつ、次の機会があるときに配信かまた動画でアップできればいいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。また次の動画および配信でお会いいたしましょう。